坂本理恵ママの演歌道。皆さんこんにちは、市川市の演歌歌手坂本理恵です。今日は12月15日、あっという間ですね。もうあと10日でクリスマスなんですけれども、皆さんお忙しい毎日過ごされていると思います。そんな時に簡単に作れるたらこスパゲティをですね、今日は作ってみました。本当にすっごい簡単に作れるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。そして2015年にですね、長崎というアルバムを制作させていただきました。で、この中にですね、ある一曲で灯火という歌を私歌わせていただきました。今日はその曲も聴いていただきたいと思います。それではたらこスパゲッティ作りいってみよう。簡単おいしいたらこスパゲッティの材料です。それではたらこスパゲティを作っていきたいと思います。さあ、では生クリームを入れていきます。続いて顆粒の昆布茶を入れます。昆布茶が溶けるまで、滑らかになるまで混ぜ合わせていきます。続いてたらこを入れていきます。この金福の粒ちゃんがおすすめです。たらこを入れたら混ぜ合わせていきます。続いてマヨネーズを入れていきます。そしてお醤油も入れます。混ぜ混ぜしていきます。続いてパスタを茹でていきましょう。パスタが茹で上がりました。お湯を切ってボウルに入れます。少しオリーブオイルを混ぜます。そしてたらこソースをあえていきましょう。まんべんなくあえてお皿に盛り付けていきます。お好みで青じそ、そして刻み海苔を上に乗せてください。簡単おいしいたらこスパゲティの出来上がり。ただ思い出す遥か故郷の空を。
坂本理恵を応援してくださる協力パートナーさんのご紹介です。工事測量、3D 測量、工事現場のサポートはお任せください。市川市南八幡の株式会社マルソク、アットホームな不動産ナンバーワン、住まいの夢を叶える市川市行徳駅前株式会社かなえアドバンス、いつもありがとうございます。坂本理恵を応援してくださる協力パートナーさん大募集中です。詳しくはクラウドファンディングキャンプファイヤー坂本理恵で検索してください。協力パートナーさんにはスペシャルな限定プレゼントなど特典がいっぱい。皆様のお力で坂本理恵を紅白歌合戦に出場させてください。応援よろしくお願いいたします。皆さん、今回も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録、そしてグッド評価をよろしくお願いいたします。たらこスパゲッティいかがでしたでしょうか。とっても簡単に作れてとっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。そして聴いていただきましたこの長崎というアルバムに入っている一曲ともしびを聴いていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。とても詞もいいですし、曲もいい、とても素晴らしい曲なので、ぜひこちらのともしびもぜひ応援してください。よろしくお願いいたします。さあ、今日の YouTube 配信が2021年年内最後の YouTube 配信となりました。この1年間大変皆さん応援していただきましてどうもありがとうございます。ぜひまた来年も一生懸命いろんな楽しいことを探して、面白いことをやりながら YouTube 配信していきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。そして2022年の最初の YouTube 配信は1月5日の水曜日午後1時半からを予定しておりますので、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。それでは皆さん、素敵なクリスマス、そして素敵なお正月をお過ごしください。さようなら、またねー。